皆様ごきげんよう。まあということでね、今回なんですけど、今後の展望ってことでね、まあちょっとね、お外でたまにはね撮っていこうかなってことでね。岡くん、そもそも舐めてる？舐めてる？まあ今日はね、珍しくっていうか、まあ、あんまり普段やらないんですけど、まあ、ロケということで、今ね現在もアメリカのミルウォーキー州ってところにいるんですけど、まあ、今日ね久々に天気も良くて、まあ、ようやくねここにも、まあ、春になってね来れるようになったので、ちょっと軽く今後の展望じゃないですけど、やっていこうかなと。まあ、結構僕の動画とかでもよくね映るとこだと思います。結構外でこうやって一人でくっちゃべってるかなり恥ずかしいですけど、みんなすごいですね、結構これやってる人。俺にはちょっときついんですけど、まあね、そんなことはどうでもいいんで、まあ、とりあえずいろいろね僕の上げたかった動画も去年2021年からいろいろ上げれたんでよかったんですけど、あれですね、まあ、もうこれからはまあ、じゃあちょっとね、今までとはちょっと一風変わって、僕の動画結構長かったりするんで、ちょっとね、短めの、軽く見てもらえるようなものをちょっと上げていけたらなと思ってるんで、まあそんな感じです。これで言って特に喋ることないですけど、とりあえずね、たまにはね、ちょっと明るい、まあ、こもってる室内の動画多いと思うんで、たまにはね、まあ、外の、での動画もいいかなって感じで今日は撮ります。まあ、皆さんもぜひねミルウォーキー州に来てみてはいかがでしょうかということで、まあ、最近で言えばゲームの方もね、まあ、エグゼとかも、ゲームズの方でやって、メインでもね、ラスボス総集編なるものできたんですごい良かったんですけど、今後はまたちょっとね、今日多分この収録の後にレゴスターウォーズが発売日なので、今日4月5なんで、上げた後にこれ上がると思うんですけど、多分ね、なんだっけ、機関車、アマゾネスヌーマスも多分上がってると思うんですけど、まあ、あれ多分意味不明だっていう人結構多いと思うんですけど、分かる人なら多分、伏線というか、元ネタがあるんで、まあ、いろいろ混ぜてるんで、分かると思うんですけど、まあ、分かんないな。でも、それにしても多分分かんないな。まあ、俺だけで結構完結してるようなあれです。まあ、楽しんでもらえれば普通に嬉しいんですけど、まあ、ご存知の方もいると思うんですけど、とりあえず、まあ、僕今アズカバンに収容されてるっていうことになってると思うんですけど、まあ、とりあえずね、それはまあノリのいい皆さんなら分かっていただけるということで、まあ、ちょっとね、最近流行りの、もう流行りちょっと終わっちゃったかもしれないですけど、激辛、ごく激辛ペヤングとかもね、ちょっとファイナルやっていきたいかなっていうのも思ってたりして、まあ、親知らずね、今日4月5なんですけど、まあ、バシがいつ終わるかちょっと日付は伏せますけど、まあ、終わってからちょっとねゆったり極激から挑戦していきたいかなっていう、普通っぽいやつもねたまに当たっていけたらいいかなっていうのも思ってるんで、あとはまあお歌とかもね、まあ、いろいろ上げさせていただいたと思うんですけど、まあ、お歌の方もまあ全然クソなんで正直言って、全然ダメっすね、まだまだ、まあ、これからね、まあ、最初はこんなもんです。普通に長くやり続けてどこまでいけるかっていうのも、まあ、自分でも楽しみですし、まあ、一旦全部また上手くなったら消したりしてリテイクで、まあね、まあ、バシとかもあるので終わってからまあ練習して上手くなったらまたリテイクでいろいろ上げていけたらなとも思ってたりするので、いろいろねあれはあるです。目標というかやりたいことはまだ全然あるんで、ね、ぜひ見ていただけたら気長に、嬉しいかなと思っております。まあ、なんか格闘家の堀口恭司君の、まあ、言ってたことを見て僕も思ったんですけど、まあ、諦めずに続けてたら、まあ、諦めずに頑張ってる人を見て勇気をね今この暗い時代に持ってくれる人が一人で見たら嬉しいかなっていうのも正直あるっすね。僕がまあ諦めずに歌を頑張って、あ、これ見て、あ、頑張ればここまでできるようになるんだっていうのもやっぱり、まあ、見てくれてる人がそう思ってくれたら嬉しいっていうのも正直、まあ、そこまで人間できてないですけど、僕はまだ全然まだまだペーペーなんですけど、まあ、堀口くんとかね目標にしてああいう人間かっけえなと思ってるんで、まあ、少しでもねそういう風になれたらいいかなっていうのも含めて、まあ、そういうのをやっていけたらなとも思っております。まあね、一つだけ言いたいことはね、来年はね来年は日本帰ってね勝つんで、まあ、みんな待っててほしいっす。来年勝つっす。それだけっす。じゃあご視聴ありがとうございました。来年勝つっす。
ミルウォーキー最高。ご視聴ありがとうございました。ということで、ブランドニーモールでした。ご視聴ありがとうございました。See you next time. じゃあね。ジムビーム、ジムビーム、ジムビーム、クールバーブ、クールバーブ、クールバーブ。
Thank you.